夕暮れ時の濃密な空中浮遊生物の雲の形成寄生プランクトンは、風の流れに乗って空中を浮遊する小さな生物である。水中に浮遊する生物をプランクトンと言うが、こちらは大気中に浮遊する生物を言う。広く認知された名称はなく、空中プランクトン、空中浮遊生物などと呼ばれる。寄生プランクトンを構成する生物のほとんどは、 非常に小さく顕微鏡で見るようなサイズであり、その多くは小さくて識別が困難な場合がある。科学者は航空機、タコ、気球からの引き網やトラップ、エアーサンプラーで研究用に採取する。クリーンルームの浮遊菌については、ジスで空中浮遊菌測定器を使った採取、測定方法が定められている。寄生プランクトンはウイルスを含む多数の微生物、 約1000種の細菌、約4万種の菌類、数百種の原生生物、藻類、仙体類などで構成されている。生活種の一部を、寄生プランクトンとして、孔子、花粉、風で飛散する種子として生活するものを含む。多くの小動物、主に節足動物も気流によって、大気中に運ばれ、数千フィートの高さへの浮遊が観測されることがある。例えば、アブラムシは、 高知でよく見られる。清掃圏でも金は確認されている。また、可能性としては、数千キロメートル離れたところへ浮遊することが考えられる。雲の多くの種は、自分自身が移動するために意図的に風を使っている。見晴らしの良い場所を見つけて、腹部を上に向けて、そのデイトトッキから細い糸を吐き出す。ある時に、糸への気流の力は十分になり、 空中に雲が放たれる。これは、バルーニングと呼ばれている。このようなバルーニングする雲は、発射地点から何マイルも離れて漂流できる。糸の網の柔軟性により、空気力学を応用した飛行が可能となり、雲は時には長距離の予測不可能な浮遊をすることになる。ありがとうございます。